こんにちは、ヨガのタガです。インド先星術師アビア南国の最新の予言動画の内容は今年の7月16日に2つの大恐星である火星とラーフという惑星がここなんですけどもバラニーという月の星座で火星とラーフが一緒になることがきっかけになって僕たち人類の遺伝子に影響が出て僕たち人類が今後 より貪欲になってより怒りやすくよりひどいものに進化していくだろうというとてもね衝撃的な内容でした僕はねこの予言は本当に心の底から外れてほしいとね強く願っていますが果たして今後僕たち人類の遺伝子に影響が出るような出来事なんて起こりうるのでしょうかどうもね起こりそうなんですよ。今から3年後僕たちのね 体や心に毎日強く影響を及ぼしているような太陽の表面で大規模な爆発が起こるんだそうです。果たして僕たちはその時どうなってしまうんでしょうか 太陽フレアとといいう言葉聞いたことありませんかリックフレアではありませんよリックフレアというのは狂乱の貴公子と呼ばれたプロレスの世界チャンピオンです誰も知らないかこのねリックフレアリックフレアじゃねえ太陽フレアです太陽フレア太陽フレアというのは太陽の表面で起こる爆発現象のことを言いますでこの太陽フレア太陽の表面で起こる爆発現象には周期があって次回は2025年太陽の表面で大規模な爆発が起こる 太陽の表面でね大規模な太陽フレ霊が発生するということが今から予測されています3年後です2025年ですということはねこれ大変なことだと思いますよだって太陽というのはね今でも普段から太陽というのはね僕たちの体や精神に太陽は強く影響を及ぼしていますそれはそうですよねその太陽に大規模な異変があったとしたら当然僕たちにも強く影響が出そうですよね 総務省が先日2025年の7月頃を想定して大規模な太陽フレアが発生した場合の被害想定を発表しています。ただこれはねあくまでも大規模な太陽フレアが2週間連続で起きた場合の最悪なシナリオです。なのでここまでのことは起きないかもしれませんが一応総務省が発表していた内容をお伝えいたします。これ最悪のシナリオですからね。じゃあいきますよ。まずね インターネットだとか携帯が使えなくなる、GPS が狂ってしまう、ドローンが落っこちてきてしまう、飛行機が飛ばせなくなる、大規模な大停電が発生してしまう、などなどです。これ大変なことになると思いませんか。これ最悪のシナリオですからね。ただね、これだけ様々な影響が出ると予測されているような、 ものすごいパワーを持った太陽フレアですから当然2025年ね大規模な太陽フレアが発生したとしたら当然僕たち人間にもものすごく影響が出そうですよね。ところがねこの太陽フレアが僕たち人間にどのような影響を及ぼすかについてはねこれまで全く研究されていませんでした。ななので年に大規模太陽フレアが発生した場合 この太陽フレアね、僕たち人間にどのような影響を及ぼすのか、これはっきり言って全く分かりません。ただね、いろいろ調べてみると、一つだけとても気になる情報がありました。2019年のロシアの報道によると、ロシアのトムスク大学というところと、その他のいくつかの大学によって、太陽フレアの人間の遺伝子への影響について、大規模な調査研究が行われたようです。その研究というのは、太陽フレアが発生した3日後、7日後、10日後、 大勢の学生たちの口の中の粘膜の細胞核を取ってそしてその遺伝情報を分析するというものでしたでそれによってね49万5,000個もの細胞を分析したんだそうですでこれものすごくね大規模な調査だったんですよでその結果太陽フレアの僕たち人間のね細胞への細胞に対する異常形成というものが確認されたんだそうですただこの 異常形成というのは直ちに人間の体や精神に影響が出るようなものではないとのことですのでこれについては皆さん安心してくださいただねただまだまだ分かっていないだけで太陽フレアがね他にもね僕たちの体や精神に何かしらのね影響を及ぼすのは間違いないんじゃないでしょうかね古代のヨーガの経典に大義書と呼ばれるウパニシャットというとても重要な教えがあります でこのウパニチャットでは太陽のエネルギー太陽の光線と僕たち人間との関係についてこのように説かれています太陽の光線は白青黄色赤色であるで我々人間の心臓の脈管も白青黄色赤色であり太陽の光線とつながっているで、脈管というのはねエネルギーの通り道ですでヨーガの教えによると全身に エネルギーを行き渡らせるエネルギーの通り道、脈管は心臓から体の隅々まで広がっていると言います。で、この脈管の数はね、7万2千本とも35万本とも言われていますが、とにかくそれだけ無数のエネルギーの通り道は全て太陽の光線と同じ色、白、青、黄色、赤色であると。 なのでその太陽のエネルギーはまるでだからこの図のようなんですよこの図のようね太陽の光線というのはこういうね4色のエネルギーで僕たちの体の中に脈管を通じてエネルギーの通り道を通じて体の隅々まで行き渡っているそれによって僕たちはこうして生きていることができるということなんですいや確かにね僕たち人間は生物学的に考えても目には見えない太陽のエネルギーに支えられて生かされているし僕たち人間の約40兆個もあると言われている各細胞には 太陽からのエネルギーがそれぞれ蓄えられていると考えられていますで、そんなね僕たち人間とつながっている太陽のエネルギーが僕たちを支えている僕たちに影響している太陽のエネルギーが一時的にせよ太陽フレアによって爆発的に増えてしまうことによってね僕たちは一体どうなってしまうんでしょうかいや確かにアビア君が予言している通りそれによってね 僕たち人間がこんな感じでネガティブに進化してしまうことももちろんあり得るかもしれませんただ一方で太陽のエネルギーによってね僕たちがものすごくポジティブに進化することだってあり得ます今から約160年前の1859年に観測史上最大のスーパー太陽フレアが発生したんだそうですでこの時はねヨーロッパやアメリカの電報システムが止まってしまったんだそうです この時はね電信用の鉄塔から火花が出たり電報用の用紙が自然発火したりしたたりんだそうですよ。恐ろしくないですかそそしてね、ね、この時は、ね、世界各地ででオーロラが見られたんだそうです。でオーロラというのはね地球のオーラですからね地球のエネルギーの輝きですからね。ということはね太陽フレアによってこの地球のオーラ地球のエネルギーが強くなるということは当然。 太陽フレアによってね、僕たち人間のオーラも強くなりますだから太陽フレアによって当然僕たちの目には見えないエネルギーもきっとね強くなるんですそれによって僕たち人間に何らかの影響が出ることは僕は間違いないと思っています20世紀で最も偉大なヨーガの聖者の一人がこのパラマハンサヨガナンダですでヨガナンダのこののこ本、あるの自助伝は、 今でも世界中のの多くの人々に愛読されていますで僕なんかなんかわかんないけどこの本ね家に5冊もありますからね。であのビートルズだとかあのスティーブ・ジョブズがこの本に強く影響を受けたというのはこれは世界的に有名な話です。でこのヨガランダベッドの上でね瞑想している最中に自らの意思で肉体を脱ぎ捨てます。だかららこののヨガランダはね自らの意思で 死んでしまった人なんですよでね瞑想の最初に死んだ後のその肉体遺体死体は20日経った後も全く変化がなかったんだそうです死んだ後20日経ってるんですよもう遺体は全然腐らない死後硬直が起きない遺体はね柔らかいまま温かいままだったんだそうですこれすごくないですかこれちゃんと 役人がこれ確認して記録も残ってますからねでそんな偉大な聖者に直接ヨーガを教えた方がスリユクテスワ大聖者ですでこの大聖者ユクテスワにヨーガを教えた方がラヒリ・マハサヤでも大大聖者ですでこの二人の聖者本当すごかったらしいですよでこの二人はね、何人もの前で瞑想している最中に浮かび上がったりとか 全く離れた別々の場所に同時に出現したりとかありえないですよねそしてね死んだ後はキリスト様のように復活したりとかしたすごくないですか本当にそうだったらしいですでそんなね偉大な聖者がね実在したことは間違いないんです。で僕ははねねこの2人ののの人偉大な聖者はあのスーパーパフレアの とてつもないエネルギーを浴びたことによってこの2人は霊的に目覚めたんじゃないかと思っています。ユクテスワはスーパー太陽フレアが発生した1859年の直前1855年に生まれます。だからユクテスワは幼少の頃ユクテスワーはー一方ラヒリ・マハサヤラヒリ・マハサヤさんはね1828年生まれなので大体30歳ぐらいの時に このスーパーフレアのエネルギーを浴びますこの2人だけじゃないですからねまだまだいますラーマクリシュナさんこの方はね史上稀に見る神秘家だとか神の化身と言われたこれまた大聖者ですで、このラーマクリシュナさんはね貧しい村に生まれたのでまともに勉強したことがなかった勉強できなかったそうなんですよところがですよある時 一心不乱に神様にお祈りを捧げている最中にトランス状態になってこれは本当に神が乗り移ったとしか思えないようなだから今まで全く勉強したことのないようなヨーガの経典の中に書いてあるようなことだとかインドのヨーガの,その神話の中に書いてある神様の言葉みたいなものが次から次からトランス状態で口から出てきてみんなにメッセージを伝えるようになった人なんです。今まで全く学んだことのなないような知識や概念が どんどん口から出てきたとこれは本当にもう神様が乗り移ったとしか思えないとでこの写真面白いんですよでこれはラーマクリシュナさんがこうトランス状態になっている時ですで神がね乗り移っている最中ですからそうするとねいつ神様が抜けちゃって バタンキュー倒れちゃうかわからないからということで後ろの方でお弟子さんがもういつ倒れてもいいように頭を打たないようにって後ろでこう準備している姿なんですよこれ本当にすごい方だったようですでこの方1836年生まれなので23歳ぐらいの時にスーパーフレアのエネルギーを浴びますままだいますからねこの方シルディ・サイババさんこの方もね芝ンの化身と言われた偉大な霊的な指導者でした。 この方もねものすごいいっぱい奇跡を起こした方で有名なのですが中でもね僕が印象に残ってるのはこの方のヨーガですこの方の方すごいですよ。この人はね口の中からね自分の内臓をこう出してそしてそれを木の枝に引っ掛けて天日干ししてそれこそ太陽のエネルギーで浄化するそれがこの人のヨーガなんだそうです。それをね 多くの村人たちがよく目撃していたって目撃談がありますからね <laughs> 干し柿だとかさ切りぶし大根作ってんじゃないんだからねこの人ね何してるんですかね自分の内装でね <laughs> でこの人もこの人はね1838年生まれなので21歳の時にスーパーフレアのエネルギーを浴びますこの人たちはねもうはっきり言ったらインド史上インドの歴史上を 数百年に一度出るか出ないかレベルの大聖者たちなんですよこの人たちがこの短い時間で短い期間でね同時にこの地上に出現したこれって偶然なんでしょうかねいやこれたまたま僕が知ってるだけですよ多分僕が知らない中でもねこの偉大な聖者他にもねきっとこの時代にいたんじゃないかと思いますなんででしょうか単なる偶然でしょうか僕は違うと思います スーパーフレアですよスーパーパ太陽フレアのエネルギーですよだって観測史上最大のとてつもないパワーがねこの4人の偉大な政治を生み出したんだと僕は思います。だってそもそもこの方たちがやっていたヨ岩ねプラナヤマ呼吸法だとか瞑想はねそれは今日お話しした通り自分のエネルギーの通り道脈管とつながっている太陽の目に見えないエネルギーを自分の中に蓄積するためのテクニックですからね。それを この方たたちは毎毎日毎日何時間も何時時間間もも訓練していじゃあ太陽フレアの時にいつものようにそんな洋画の,のテクニックをすることによってこの人たちはとんでもないパワーをね蓄積したんですよ。それによって霊的に目覚めた聖者となったわけです。だとすると皆さんチャンスがやってまいります。 今から3年後の2025年に約160年ぶりに大規模な太陽フレアが発生すするよようですよこれだから160年ぶりのチャンスだとね僕は思ってますよいやもちろんねこれによって予想されてる通りさまざまなトラブルがきっと起きるんでしょうねなのでそれについてはね今後の最新情報を皆さんもぜひチェックしておいてぜひ事前に備えておくようにしましょうねただそう言ってもね この太陽フレアににどれだけね事前に僕たちがが備えるることでできるのか,分かんないですけどねただこの世の中で起きるさまざまな現象って必ずプラスとマイナスいい面と悪い面って絶対ありますよね。そうですよねなのでこの太陽フレアという現象ももちろん予想されている通り僕たちにとってはマイナス良くない面もいっぱいあるのかもしれませんが同じようにそれと同じぐらいプラスの面いい面もね絶対あるはずなんです。 それがね僕は太陽フレアが僕たちを聖者のようにものすごく霊的に成長させてくれることなんじゃないかと思ってるんですこれねある意味楽しみなんですよ僕はね楽しみなんだとちょっと不謹慎なんでしょうかねだけどねこれから先のですよまだ起きてもいない未来のことですからねそんな まだ起きてもいないことにいやーこの太陽フレるととんでもないことになるかもないなんてね不必要に心配したりくよくよするよりはまだわからない僕たちが今まで経験したことのないようなとんでもない未知のパワーを僕たちは感じることができるということですからこれはねむしろチャンスと捉えたりむしろ楽しみだなっていうふうにね思ってるのがいいんじゃないかと思いますけどね不謹慎になってしまいますからね。ただね僕のの友達のインド先術師マービルも 僕のこのチャンネルのね過去の動画でこのインド先生術によってちょうど2025年太陽フレア発生する2025年から世界はどん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 良くなっていく今までとは全く違ういい世界になっていくんだというふうにインド先生術で予言してますからねこれ楽しみですよ皆さん。そそのののためにもももですよよ皆さんこれからもねもうう太陽のエネルギーを取り込むような 呼吸法だだとか瞑想もうぜひやってくださいこの動画の過去のチャンネルを参考にして皆さんもぜひもうその日に備えて2025年のね太陽フレアに備えてね一緒にガをやっていきましょうね。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。オーシャンティ